じゃあ久しぶりに。あんなもんない実況者エテポンゲです。よろしくお願いします。完璧じゃないですか。いい感じ。いい感じですね、はい、もうちょっと下手くそにしたらいいです、ね、あんまりあんまりあんまりユーポンさんよろしくお願いします。ちょっと待って何で行けばいいのユーポンさん任せる前ちょっとこれで今日通してみていい。あ、マジですか。うん、ここ俺が一番きついですよ。きつい、だいぶきついよ。こんな身近にこんなアムロフやってるやつがいたらだいぶきついよ、それは。それはきついけど、きつい上で、ちゃんと接してね。接します、普通にじゃあ、アムロ、うん、アムロさんっていうふうに接しようですか。そう、アムロさんとして接して、よろしくお願いします。アムロレイです。よろしくお願いします。はい。うん、では、今回も大規模戦に参戦していこうと思います。それはなんかガオンが楽しいのではなくって話になってきた。トリントン湾岸基地です。ユーポンさん、トリントン湾岸基地での戦闘のやり方はご存知でしょうか。いやちょっとわかんないです。教えてもらってもいいですか、アムロさん。ちょっとかしこまりました。お願いします。はい、さすがだ。僕に任せていただければ確実に勝利に導くことができますので、お願いします。ちゃんと僕の言うこと聞けよ。聞きます。お願いします。指導の方お願いいたします。はい、まず初動は B 艦出撃し、はい、2番を通り、はい、そこからが重要なんです。はい、2番を通ってからまっすぐ行くのもあり、しかしながら相手のワイト点っていうのは、ガードが張られてバリアがありますので、バリアがありますので、ビーム、もといバズーカ兵器などは効かない。中に侵入しないと本拠点にダメージ与えられない。なるほど、素晴らしい。しかしながら、グレネード、もとい、爆弾、はい。など、では、ワイト点の関係、はい。ちょっと通用するので、ワイト点っていうのは基本的には突破する必要はございません。爆弾で壊してしまえばいいだけのことにです。はい、はい、なると。となると、2番の通り、最初に X を叩くのが、ここの戦場のセオリーとなっております。なるほど、さすがアムロさんですね。はい、お分かりいただけたでしょうか。はい。なので頑張ってみます。はい、初動は B から出撃し2番を通り、そして X 拠点に方向シフトチェンジしていってください。わかりました。ちょっと誘導していただければ。はい、ありがたいです。はい、遅れないでついてきてくださいね。あ、もうバッチリ後ろ密着していくんで。はい。なんですか今の。今誰ですかね。誰だ。あ、自分でもよくわからない。行きます。テポンゲリハプティズ。行きます。おお、すげえ。生だ。生で聞けた。嬉しいな、ちょっと。頑張ろう。ちょっと戦闘にちゃんと集中してください。あ、すいません。はい、すいません。さすが、アムロさん。おふざけでガンダムオンラインをやるやつは本当に、もう、あれですよ。怒りますよ、本当に。ごめんなさい、ちょっと次から気をつけます。あの、本当手出るからね、あんまり。いや、それだけは あんまり舐めた感じでガンダムのやってたら手出すからな、本当。いやいや、乱暴すぎるでしょ。そんな野蛮なやつだけ。ペチ殺すぞ。そんなんだっけ、アムロ。はい、落ち着いて前に出ましょう。あー、上の数字拠点をまずは、わかりました、取りましょう。ああ、やばいやばい。引いてちゃんと引いてください。そこ。お、今声すごい通りましたね。さすが。僕は一旦引かせてもらいます。すいません。はい。命は大切にしてください。やっぱガンダムは強えや。ガンダムは強えや。舐めるなよ。
捉えてんな。見たことない機体がいっぱいいるよ。あー、やられた。うわあ、全然拠点に届いてないですけど。モビリオスーツ戦がすごく楽しくて、拠点どころじゃねえや。だった戦場で何やってんだこいつ。拠点どころじゃねえや。なるほど、そういう時はあるってことですね。はい、やはり楽しむことが一番大事だと思います。そうですね、ゲームの根本ですかね、それが。はい、そのね、あ、ネットガン。ナイスです。ニュータイプは伊達じゃない。いただきました、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。しかしガンダムはまだあと一機あります。くそ、大丈夫ですか、ユーポンさん。やられてしまいました。待っていてください、すぐに修理します。いえいえ、あと教習機ですよね、あれ。このゲームのルールはご存知ですか。修理します。おそこに僕はいないので。あ、びっくりした。マジ怠慢なら負けねえから。ちなみにこの後はどうしたらいいでしょうか。この後は僕に続いてきてください。あ、わかりました。ああ、ガンダムを舐めるな。ナイスです。いやいや、全然アムロじゃないけど。ちょっと気抜くとすぐアムロじゃない別の人になってますけど。あ、すいません、すいません。ちょっと一旦引かせていただきます。あ、はい、ちょっと次に備えてしっかり休んでください。はい、はい、すぐに向かいますので、一番拠点の死守をお願いします。任せてください。はい、下ゲージ的には全然今は均衡していますね。 B 拠点が殴られています。まずい。リペアポット、リペアポット、逆に、あ、けどこの、うん、無理だな。上から攻めましょう。わかりました、はい、また一番の方向で大丈夫ですか。一番の方向で味方が1を踏む、その時に1の右側に 1取れていればワンチャンです。あ、はい、わかりました。はい、ついてきてください。まずい、敵がいる。うっ、ユーポン、こんなことでは。まずい。ああ、ダメですね、ちょっとね、ちょっと押され始めました。神回復。そうだ、そうだった、そうだ、もう初期ジムはチャージビームライフルじゃないんだった。そうですよ、時代は変わったんで、うん、そうだ、 3点っていうか FA だった。 FA なのか、 FA じゃない、 FF だ、普通の援護します。ついてきた、お前ユーポン君。はい、ここ取りましょう。踏んじゃいましょう。の前に、前に出るよ。はい、撃たれてます、思いっきり撃たれてます。いやあ、いやあ、倒しました、頑張ってください。いやあ、倒しました。いや、ちょっとやられてる。あっちのニュータイプがやられてるんだが。汚い手しか使えない、お前はもうパワー負けしている。行きましょう。やはり腕が鈍っていますね。そうですね、久しぶりなんでね、ちょっと、
もう六角に乗ってくるんだけど大丈夫ですか天野さん。まあ、大丈夫ですよ。グフってのはガンダムと非常に性能が似ていますので、僕にとってのグフはガンダムなので、落ち垂れないように。こっち左にいますね、一人グフが。あ、そっち向いた。二人だね、行けます。僕がターゲットを引きつける。よし、よし、ナイスです。さすが。一旦行きましょう。一旦行きましょう。危ねー、ま、危ねー、あぶね。これは一体一体連れていくしかないな。大丈夫ですか。いや、よし、これが11交換ってやつですね。くそ、下向きね。そこに一匹、もう一匹いたよ今。はい、引きます、一旦引きます。よし、ガンダム出れます。ガンダムの力を。ユッポンさん、はい、はい、ちょっと待って、大丈夫ですか。あ、来た。落ち着い、こっちから割りましょう。はい、わかりました、ついていきます。いやー、アムロさんガンダム乗ったらこれはもう敵なしですね。ほんと、百戦錬磨ってやつですよ。行きましょうか。はい、バレないように、バレないように。いますね、そこ壁越しにいます。よしよしよし、右にもいます、右にも。あ、え、嘘嘘嘘嘘。よし、倒しました。ナイスだ。まだいますね、そいつが。ネットが気をつけてください。よし、ナイスです。いや、だから誰ねちょっと誰出てる出てる出てるよ。そこ横、横地よ。だーくそがーファック。いやいや、ちょっと汚い言葉が、汚いな、このアムロ。よし、まだまだまだ1番から攻めるぞ。わかりました、僕の S ガンダムで援護します。はい、僕の M ガンダムも援護します。なんだそれ。やばい、あー、やめてくれ。邪魔をするな。ナイスです。よし、攻撃。いやー、ちょっとこれ回復してほしいな。ちょっと回復してほしい。これはすいませんが、ありがとう。左から2体敵が湧いてきますね。オッケー。お、やっぱナパームは強えや。よし、あ、よしよしよしです。今壁に隠れてたんですか。いや、隠れるわけないだろ。あ、すいません、失礼しました、失礼なことに。クソが。いやいや、口が悪いな。口が悪いな。そっちいますね。どっち？キッパーが出過ぎては。欲をかいてはいけないのか。うわ、強い、あいつ。よし、倒した。くぅ、ダメか。相手を倒したとしても、やられては何の意味もない。ああ、そうですね、ごもっともです。はい。帰りを待つ家族がいるんだろう。そうです、そのために戦ってるんです。そうだ。守るべきもののために死を選択する。それは間違いだ。守るべきもののために、生にしがみつけ。わかりました。あ、ちょっと気がいっぱいいる。釣ろう。釣りますか。一本釣りやで。攻撃です。いますね、ここの影。岩陰に。あ、だだだ。大丈夫。よしよしよし。よし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 。ナイスフィッシング。ナイス。釣るわ。いい連携。釣るわ。あ、まだ岩陰に一人います、そこ。釣るわ。
気づいてないふり、気づいてないふり、気づいてるふりー、気づいてるふり。いや、ちょっとこいつ、こいつめっちゃ軽くあるわ。こいつ、あいつ、あれ何ガンダム、あれわかんないですね。あれ、あれ何ガンなん、あれドーベンウルフですかね。あれ結構火力あるわ、あれいやいやいや、ちょっと性能差みたいな言わないでください。ちょっと頑張ってください。ガンダムじゃ、アイキじゃないですか。頑張ってください。結構強かった。うわ、キューベレー、えぐい。よし、よし、一旦これ一番踏まない説あるな。これ、ちょっと左から倒しました。一番踏まない説あるよ、これ。あー、味方拠点が割られてるじゃないか。なんだと。どこどこどこから。後ろからっすね。よし、ナイスです。オッケー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 。やっぱバルカンって案外使えるんだね。やっと気づいたんですか、うん、アムロさん大丈夫ですかね。ちょっと世代があの武器切り替えの時間があれがなくなるから、ね、案外一回回復戻ろうよ。戻りましょう。軽い、だいぶフレンドリーになったな。一旦結構戻ろうよ。か戻ろうよ。これ一番踏まないで行けるとこまで行こうよ。行きますか。来てるよ。2体いますね。いや、3体だ。イフリート、お前はもう時代遅れなんだよ。と飛べねえ格闘なんて何も怖くねえんだよ。よく言いました。さすがです、アムロさん。バルカンで十分だ、お前なんて。いいですね。もう一体、もう一体いる、もう一体。ごめん、味方だった。大丈夫ですか。ちょっとやっぱ感覚が鈍ってますね、アムロさん。ニュータイプとしての味方だったわ。ちょっと一番踏まないで、ちょ、マジで行けるとこまで行こうよ。行きますか。行こう。わかなんて言う、分かったよって。ダッシュダッシュ。いや、バレてますよ、もう。バレた。 大丈夫、まだロックオンされてない、まだロックオンされてない。ついてきてね。いる、ガーベラテトラが裏に。黙れよ、テトラ。口悪い。いくよ。 OK。 奥にいっぱいいますね、やっぱり。スナイパーがいる。ドームの裏、ドームの裏、後ろ一本。ああ、まあまあ、ナイスランって感じですね。惜しかったね。惜しかったですね。あ、けど見て、いいところにあれが置かれようとしているよ。よし、ここで出れたら出たいですね。はい、あそこから出撃しましょう。わかりました。あ、けど引いちゃったな。あ、ちょっと厳しいですかね。一番から出よう。あ、絡まれそうですね、あれ。大丈夫ですか。援護します。オッケー、ナイスです。あ、ガンダム。ガンダム、こっちの方が 色がちょっと原作っぽいです。見て、これがあれだ。なんとかブルってやつだ。やめてくれ。もうブルちょっと見してや、ちょっとぐらいよ。ブルは ガンダムだろう。だってブルってガンダムだろう。ガンダムですね、あれも。もうまたいるジオ。ナイスでー。はい、強い。ケンプは右。ケンプは右。あれ持ってる、チェーンマイン持ってる。ナイス、スエージよ。あれだね、これ、あの、2人で一緒にこうやって、あの、同じところにいると、その、リンネガンの効果みたいに、あの、目が複数あるみたいだね。わからん。
ガンだね。あ、そうですね。ペインだね、ペイン。ペイン。僕たちは、あ、アフロさん、ナルト見てるんですか、もしかして。見てるわけないだろう。僕はガンダムアニメ以外見ないんだ。嘘つけ、お前。見てるわけないだろ、あんな。だいぶ詳しそうな口ぶりだったけどな。一応言いますね。僕たちは暁だ。あ、暁られなかった。でも倒した。助けて。いや、じゃあ修理できない。申し訳ないです。ガンダム、おお、見事、いい、逆転。うい。よし、このまま X に、なんとかして X を今日はあの見せよう、みんなに。ね。ちょっと待ってください。どこ？敵が多いっす、こっち。するわ。釣りますか？エテポンゲフィッシングするわ。エテポンゲ新しい技すか？あ、え？帰りました。え、全然いないよ。あ、いける。でもレーダーがありますね。まあ、もう突っ込みましょう。突っ込む。虫だ！レーダーなんて。いた！ファタークルだけでも壊す！よしよしよし。よしよし。8分の3ダメージを与えた。よし、いけるいける。逆に内回りでいこうか。OK です、ついていきます。案外ね、ここ内回りの方がね、案外敵の防衛が薄かったりする時もあるから。いっぱいいますよ、ちょっと話が。いや、もう全部引き受けて。こいつアムロか、ほんとに無理だ。やっぱきびーわ。あー、くそ、ちょっと60秒出られよ、マチョ。もうマジ試合終わりますよ、そんなこと言ってたら。60秒出らんわ、これ終わったわ。指示だけでもください、指示だけでも。もう適当にやっちゃってよ、もうあ、でも勝ちましたね、アムロさん、さすがです。はい、僕の指示通りよく皆さん戦ってくれました。さすがだな。これは僕の勝利ではありません、皆さんの勝利です。あ、すごいいいことも言う、なんていい人なんだ。まあ、この戦い方をしっかり復習して今後の戦闘に生かしてください。わかりました、精進します。はい、なめこ Z ゆうぽんさん23位。なかなかいい成績ですね。攻撃256ポイントに支援23、貢献64の撃破数25。まあまあと言っていいでしょう。なかなか貢献した方ではないでしょうか。よくやりましたね。さすがです。あ、なんか嵐のセブンデイズ。笑ってもっと最高のレイディ、きっとそっと思い届く君に届く I love so sweet。 覚えてないですよね、それ。ディスってんすか？いやいや、逆に嵐ディスってんすか？え、逆にお伺いしたいんですけど、ディスってます、もしかして。